84分です。大津のゴールで同点。そしてもう一度大津が狙う、決まった。大津今日2点目、岩田逆転。大津が右足を振り抜きました。名古屋ゴールに突き刺さった逆転ゴール。ランゲラックを壁をこじ開けました。まあ、決してこう崩したっていうわけではないですけど、ここでしっかり左サイドで起点を作りながら、まあ、この対角にクロスボールを入れて、まあ、このセカンドボールに対してうまく大津が前向きでサポート入りましたし、あとはこうファーストタッチからまあフィニッシュまで非常にこうスムーズでしたし、まあ、最終的にはどこにボールを置いたらいい形でこう自分がゴールを奪えるかっていうところをまあしっかり体験しましたよね。これ大津が狙ったゴールの右ですね。まあ、最後少しこうディグレッシュをしました。